1983年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第35回大会となる。1983年の 500cc クラスでホンダのフレディスペンサーとヤマハのケニー・ロバーツの間で繰り広げられたチャンピオン争いは1967年のジャコモ・アゴスチーニとマイク・ヘールウッド以来の劇的なものとなった。 1967年と同様にタイトルの行方は最終戦が終わるまで誰にも予測できない展開となったのである。まずスペンサーが開幕から3連勝を飾り、前半の6戦中4勝を挙げてタイトルに向けてコースタートを切った。一方のロバーツはシーズン後半には調子を取り戻して勝利を重ねた。 終わってみれば二人は6勝ずつを挙げてシーズンすべてのレースの勝利を二人だけで分け合い、わずか2ポイント差でスペンサーが初タイトルを獲得した。このタイトルはホンダにとっても 500cc クラスでの初タイトルであった。250cc クラスは11戦で8人の勝者が生まれる混戦となったが、カルロス・ラバードがチャンピオン争いを制した。 125cc クラスでは、アンベルニエットが、タイトル争いを支配し続け、通算12個目のタイトルを獲得した。翌年から 80cc クラスに移行することが、決まっていた 50cc クラスにとって、1983年は、クラス最後のシーズンであった。50cc クラス最後のチャンピオンの栄誉は、ステファンドルフリンガーのものとなった。ありがとうございます。